はい、皆さんこんこにちは、えー、今回もですね異端すぎる物理学者野生邦夫さんシリーズということでこちら、えー、神様につながった電話 本紹介の3回目を行いたいいいたなとううふうに思いますでこちらの本のテーマはズバリですね「紙おろし」ということで第2回目前回ですね畑、えー、田天心女さんという方の紙おろし、えー、もしくはそれに関係するお話をしましたで今回はですね「システマ」というね、えー、武術があるんですけれどもそれの創始者のミカエル・リャブコ氏に関するお話、まあ、こちらのね紙おろし関係の話をしていきたいなというふうに思いますで、えー、そうですね ちょっと本論に入る前に前回、第2回目の、えーまあ、今回と関係する部分の、えー、振り返りをしてみたいなというふうに思います。旗、えー、田天心女さんという方、ね、安江邦夫さんはですね、親しみを込めて安倍山のばあさんと呼んでる方なんですけれども、まあ、こちらの、ね、方、えー、あまり知らないよという方は、第2回目の動画を見ていただけたらなというふうに思います。概要欄にリンクが貼ってありますのでご覧ください。この旗田天心女さんがですね、ギリシャ旅行に行ったと、5、6人ぐらいでギリシャ旅行に行ったと。 で、えー、古代オリンピア競技の遺跡を見ていたときにですね、まあなぜかその現地の人、ギリシャ人ですね、ギリシャ人なのに日本語がわかる人がですね、ガイド、ガイド役となってですね、えー、このオリンピア競技の遺跡についていろいろと説明してくれたんだそうです。で、そのガイドさんがですね、ある遺跡をね、指さしてですね、これはあの瞑想部屋ですよと。 実は古代オリンピア競技においてはですね、瞑想部屋というものが必須で、えー、選手たちが試合前にこの瞑想部屋に入って瞑想しなくちゃいけないと。瞑想することは義務付けられた。なぜかっていうとですね、そこの部屋に入って何をするかっていうとですね、自分というね自我をなくす。自我を消すために瞑想部屋というものがあ,のあったんだそうですね。で、その選手が自我を消したのか、なくせたのかっていうことを判断するための審判もいて、その審判が、えー、OK と。 オッケー、OK、を出さないと、えー、その選手らは競技に参加して試合をすることができなかったということなんですね。だからちゃんと自我を消せた選手が、その審判のオッケーをもらって、えー、その試合に参加すると。 でえー、古代オリンピア競技、その観客はですね今日、えー、古代オリンピア競技を見守る観客たちはですね、だから自我を消した選手たち同士がその試合をするということになるわけですね。だから自分と相手っていうものの対決じゃなくてですね、自分というものは消えた者同士が戦う、まさに神下ろしされて、信心合一の状態となった、えー、2人がですね、だから神業の、 神業としての試合を見るということがその古代オリンピア競技の本質だったというようなことをそのガイドさんから聞いたわけなんですね。でその話を聞いて、旗、まあ、田千進女さんは感心するわけですよ。えー、さすがやっぱり、えー、ギリシャ人はすごいわねというふうに感心してたところにですね、感,染し感心してたところ、えー、その気がついたらですね、その通,通訳じゃなくて、そのガイドの人はです、ね、いなくなっていた。 ねえー、で周りの人に聞いてもそんなあのギリシャ人のガイドなんかいなかったよと、うん、あなたたち日本人56名で固まってただけじゃないっていうふうに言われたそうなんですねで、えーまあ、その話をですね安江邦夫さんにね伝えて最後にや、えー、旗田天心女さんはですね安江邦夫さんにですね笑いながらね「えーまあ、神様は核のごとしですよ」というふうに言って締めたと。 まあつまり神様はね、えー、必要とあればそのようにねい、いろいろ姿を変えていろんな説明してくださいますよということなんでしょうかね。まあ、ちょっと興味深い話であったんで、ちょっともう一回再度、えー、話させていただきました。で、えー、やっと本論に入ります。で、このミカエル・リャブコ氏、えー、システマというね、えー、武術を作られたミ,ミカエル・リャブコ氏ですね。まあ、システマ、えー、ちょっと、あのーまあ、ここにも書いたんですけども、さらにもうちょっと詳しくね、お話ししたいなというふうに思いましたので、 えー、ちょっと付け加えましたねいろいろとね。で、えー、システマっていう、えーまあ、武術ご存知ですかね割とその、まあ、武術好きだったら結構ね、えー、もう今は有名になってる武術だと思うんですけどもそれを作られたミカ,、えー、ミ,カミカエル・リャブコさんっていう方がいるわけですねもともとはですねロシアの軍隊格闘術で、えー、ミカエルさんはですね えーまあ、その軍隊にいたんだけど軍隊の退役後に、えー、そこの軍隊に残ってる格闘術を自分なりに、えー、まとめてそのシステマという体系化つけてですね武術として体系化つけて発表したということですね、まあ、ちょっとどんな方かっていうとあのドラえもんみたいな方なんですね、まあ、体系画なんですけどこちらの方ですね今パンチしてこちらのこっちの人がパン今パンチ打った方が、えー、ミカエルさんですね、まあ、なかなか愛くるしい感じで、えー、まあ あのね、軍隊格闘術と恐ろしいんですけども今現在あの日本でも普及結構普及してると思うんですけども普及してるっていうか、まあ、システマと聞いたらばその格闘技好き武術好きはもう、えー、誰もが知ってるっていうぐらいになったと思うんですけども、えー、とつきそういう、ね、軍隊格闘術みたいなとっつきにくいものじゃなくて恐ろしいものじゃなくてですねむしろその何て言うんですかね日常生活うんうんをサバイブしていく。 えー、道,道具っていうか技としてシステムというのが普及していきますねまあいかにリラックスするかとかいかにね、えー、相手のパンチを受けた時にそのパンチをその、えー、体にあの威力というかそ,のあのそういうものを体に残さないで外に逃がしていくかもしくはそれを相手に伝えるかとかねなかなかそのユニークなことをしているわけですよねでえー、っとなんでこの、えー、リャブ子さんと、えー、ねえ安井邦夫さんの接点ができたかっていうとですね ここに「秘伝、えー」っていう雑誌があって2010年3月21日号というものがあごめんなさい2010年3月21日にです、ねえー、この秘伝っていう雑誌「秘伝」っていう雑誌があってです、ね、その秘伝の編集部から是非、ねミ,えー、ミカエルさんと、えー、対談してくれというふうに安江さんが言われたわけなんですよというのもこの、えー、2014年という年はですねあのシステムが日本に紹介されてから、えー、ちょうど10年で10周年を際イベント 10周年を祝うイベントをやっていて、そこでね、ラ、えー、ブコさん、あのー、と野セさんの対談が企画されたということですね、はい。こちらの秘伝、これもですね、第2回目の、野セ国クニオさんシリーズの第2回目の動画で紹介したんですけれども、どもこういう雑誌があります。で私、結構無実好きだったんで、2000年ぐらいからかな、えー、この秘伝っていう雑誌を割と読んでましたね。まあ、毎回買うというよりは、まあ、あの特集によってですね、 あの気に入った特集だったら買ってたという感じなんですけどもこれどういう雑誌かっていうと武術雑誌ですねまあ武術雑誌というかですね特定のその宗派,宗派と言わないですかね特定の武術特定の団体をフィーチャーするっていうものじゃなくてですね、まあ、それぞれの団体のおける技とかを主に身体操作身体操作術を使って、えー、その技の解明、えー、技の威力とかをね、えー、教,え教えてくれるというか。 いいろろしてくれる本なんで,すよ、ね、でまあ元々私が好きだったっていうふうに言ったんですけどもそうなんですよこれ2011年頃ぐらいからですねもうちょっと後かな2012年ぐらいかな安江邦夫さんがこの雑誌に連載を持ったり登場してくるんですよね驚きましたよそれは本当に。というのはですねもともとこれも第1回目の時にお話ししたんですけれども私のね私と安江邦夫さんの出会いまあ,あの文章として安江邦夫さんに と出会ったのはですね、ちなみにこういう雑誌なんですよね「数学セミナー」「数学の専門誌」です。えーまあ、この、ね、号とは違うんですけどこれは2018年2月号なんですけどもこれの1987年4月号で、えー「数学セミナー」というね、えー、数学の専門雑誌の1987年の4月号で、えー、安江邦生さんの文章と初めて出会ってその文章に私は共鳴したというか。 ことが一番最初の安江邦夫さん体験なんですよ。でその後もこの数学セミナーで安江邦夫さんが何回かあの連載もあったし、えー、まあね、えー、記事をね、えー、書いていたりとかって、えー、その安江さん国夫さんの記事。 そういう連載とか記事とかね結構楽しみで読んでいたんですけどもそれと全く関係数学と武術全く関係ないでも私は数学も好きだし武術も好きだっということでこの「秘伝」も読んでたんですけども数学セミナーでおなじみだった安江邦夫さんがいつの間にか秘伝にも連載を持つようになってたという衝撃です。 いやー、本当に驚きましたね。で、なんで、秘伝に連載するようになったかって言ったらば、安江邦夫さんがですね、えー、観光地新報という武術の団体、愛機系の団体を立ち上げたわけですね。ただ観光地新報を立ち上げたんですけども、愛気普通の愛気道の愛気という漢字は使わず、字は使わずにですね、愛の魂と書いて愛気というものを使った武術だというふうに言ってますね。えー 相手の魂を愛で包んで相手を、ね、崩したり整えたりするっていうこと、えー、そういう武術の団体を作ったとでええー、ねまあだからもう,もう一,一団体を、えー、築いたあの人なんですよ安江邦夫さんはでその安江邦夫さんは、えー、このねミカエル・リャブコ氏、えー、ミカエルさんに実は会いたいと思っていたで会いたいと思っていたところでこの秘伝からその対談依頼,依頼が来て喜んで引き受けた で、なんで、えー、安江さんはミカエルさんに会いたかったかというと、ですね、実はこんな、えー、話を安江さんは聞いたらしいんですよ。まあ、ロシアの軍隊格闘術、えーまあ、システマというものを、ね、記事で読んだことがある人だったら、まあ、こちらの、えーの、システマはロシアの軍隊格闘術だということはよく知られている事実なんですけど、実はこれはロシア正教の秘技だったという、ね、情報を安江邦夫さん聞いたんですね。これは初耳なんですよ。 私も、えー、っと驚きましたよ、このことを初めて聞いたときに。本で読んだとき、だからこれ,これで読んだとき、こちらの本でね、この事実をしたときに。で、なんでそこに八瀬さんがこだわるかっていうとですね、この観光地震法は、実はキリストの活人術という流れも実は、あの、引いてるんだよということも前にお話しましたよね。 どういういことかっって言ったらばキリスト教においてっていうか、まあ、キリストがですね、まあえー、キリストはある種武術を使っていてでその、えー、キリストが使っていた武術のことを、まあ、キリストの活人術といってそれはあのキリスト教の、まあ、例えばカトリックだったりそういうものに伝わっていて、えー、まあ、スペインのモンセラート修道院というねカトリックの、えー、修道院においてはですね、えー、この活人術を習うかグレゴリオ政 どちらかを専門にしなくちゃいけないというふうに言われてて、でもこの活人術を習うためには、えー、相当な荒行をしなくちゃいけないということなんで、誰もがみんなグレゴリオ聖火を選んでいたと。でも、えー、エスタニスラウ神父っていう人と、あともう一人の、えー、マルコ神父って方かな、その方だけがこの活人術というものを選んで、まあ、荒行していた。で、そんな時にですね、エスタニスラウ神父のところにですね、神の啓示が来てですね、 えー、日本に行けと言われて、最初長崎の域に行って、で、やがて三原に移ったと。で、その時にですね、安井邦夫さんはその情報を聞いて、なんかすごい方が日本にあのいらっしゃるということで、この、えー、エスタニュースラウ神父のもとに行ってですね、えー、お話しすると。で、えー、まあ、その時だから、 安江邦夫さんの、エスタニュスラウ神父は三原にいたんで、安江邦夫さんはエスタニュスラウ神父のことを三原の隠遁者様と呼んでいたんですけれども、三原の隠遁者様と何回も会ってお話しして。で、安江邦夫さんのすごいところは、それでですね、そのすあのこの三原の隠遁�者様と数回やって、数時間過ごすことで、なんとキリストの活人術というものをこのエスタニュスラウ神父から受け継いだという主張をするんですよね。 おまあえー、だから安江邦さん全然荒行してないんですよ。あのえー、活人術を専門にした人は、えー、専攻した人は絶対荒行しなくちゃいけないんだけども安江邦夫さんは全然荒行とか全然してないんだけどもこのエス,ルにエ,スエスタニスラウ神父の教えを全部、えーね、一緒に過ごすことで数時間一緒に過ごすことで、えー、自分の脳に、えー、この、ねえー、キリストの活人術の すべ、えー、てがあのインプットされたと。だから、えー、観光地新法っていうものは、えー、も,ともともとね合気道、えー、安井国枝さんは合気道をやって大統領合気術っいうものもやったんだけどもこのエスタニュースラウ神父から受け継いだキリストの活信術としての流れもあるということなんですね。だからまあちょっとこういうことにね、えー、非常にあのこだわってるとか興味があってでミカエルさんに聞いたんですよ。えー、システマっていうものは ロシア正教の悲劇だという話もあるけれども、それは本当ですかとしたら本当だって答えなんですね。で、えーえー、ミカエルさん曰くですね、キリストの活人術というものがあって、4世紀頃、えー、カトリックと、えー、ロシアに、東西に分かれてあの受け継がれたんだっていうふうにミカエルさんが言うわけです。カトリックの方に受け継がれたものは、えー、外的なもので、ロシア正教に、えー、受け継がれたものは内的なものなだと。 ということでキリストの活人術っていうのが4世紀頃に東西に分かれてそれがですね1700年経って約1700年経って、えー、そのロシア正教の流れを引く、えー、システマと、まああのね、今話したように、えー、カトリックの流れカトリック内におけるキリストの活人術の流れを引く観光地信仰が1700年の時を経てあの、ね、2つの流れが1つになったんだということで まあえー、安江国夫さんは大変感銘すると、うん、喜ぶということなんですね。でですね、えー、まあそういう話なんですけどもで、えー、ちょうどその頃安江国さんのもとにです、ねまあ、ちょうどこの頃ですね2014年のあたり、えー、合気道の階層ウェシュ想モリヒ平についての えー、新事実の情報がいいろろ入ってくるんです、ね、まあもともとその安井邦夫さんがなんで合気道系,合気道系の、えー、武術に興味を持ったかっていうと高校生の頃にテレビでこの上島守平先生の、えー、素晴らしい技を見たからですねもう五老体となってた時なんですけども上島先生もともと背後ちっちゃくて、えー、さらに五老体の時に、えー、若くてしかもでっかい 弟子たちババシバシとしかもあの何人がかりで5人ぐらいでバーッとかかってきてもその5人を全部蹴散らすととてもね、えー、人とは思えぬような素晴らしい技を、えー、NHK でその技を紹介してる動画をですね,、えー、見てですね映像を見てですね自分も必ずあの上柴先生みたいに、えー、技を身につけられるように、えー、合気道やるっていう決意をしたのがその合気道との出会いですねでその合気道の開祖の上柴森平先生の、えー 新たな情報としてですね、えー、この当時、安江国夫さんのところに入ってきたものとしてですね、実は合気道をするときに、えー、上島先生は、ノリトをね、創、え、造、ー、していたと。ノリトを唱えていたんじゃないか。ノリトを唱えていたんじゃないかというか、ノリト唱を唱えていたんだよと。 えー、いいううことがが情報が入っていたわけですねつまり上柴先生のあの素晴らしい技っていうのは、えー、紙おろしされた状態、えー、の結果ああいう素晴らしい、えー、誰もが驚くような技を使うようになったんじゃないかっていうのは新たな情報が入、えー、この当時、えー、安井邦夫さんの元に、えー、入ってきたわけですね。で えーまあ、そんなことでですね、えー、安江さんはです、ね、このミカエルさんにね、えー、聞きたいことがあったわけですよ、ね。システマの創始者として世界的に知られるこのミカエルさん、ね、システマの最も奥,奥深いところでの修行として、まあ、神道における祝詞や祝詞を唱えたりやカトリックにおけるグレゴリオ聖火を、ね、歌ったりすることに対応することを日々してるのかということをあの すごく気になったひょっとしたらだからシステマというものもね神おろしと関係あるんじゃないか神とね神おろすということと関係あるんじゃないか神とね密接な関係があるんじゃないかそしてその質問をあのミカエルさんにするわけですよそうするとですねミカエルはですね、うん、お,お前とってもいい質問したじゃないかっていうふうに言うわけですよ これは決しておだてるわけじゃないけども、えー、今まで私にね質問してきた中で、えー、とっても頭が一番頭がいいよあなたはとなぜだったらばシステマのねそのシステマという武術の一番の本質的なところがまさにそこだとロシア正教における日々の礼拝と、ねえー、祈りそれが一番、えー、システマにとって重要なんだってミカエルさんが言うわけですよでも他の人たちは システマのね、えー、武術としてのそういう身体操作とか、そういうことには興味はいいけども、そういうそのルシア正教の祈りとか、えー、ね、えー、聖歌を歌うとか、そういうことには全く、えー、みんな考えが及ばないと。ねうん、で、ヤブコ氏は、だから、まあ、ミカエルさんね、ヤブコって書いてあるけど、ミカエルさんはですね、祭壇の前,前で長時間祈って、えー、聖歌を昭和すると。で、祈りは武術に書く、か書くべからずものなんだと。 いうふうにね言わけでですよでまあ、最後にですね、神への、えー、ねね、えー、ごめんなさい、えー、最後にです、ね、このミカエルさんが言うにはですね、一番大切なのは、神への祈りで大切なのは、それが神に自分のことを好きになってもらえるようになることが一番重要ですよと。ね うん、単に強さだけを求めて、えー、単に強さだけを神に求めるんじゃなくてですねちゃんとね、えー、祈って、えー、聖果を歌って祈る、うんね、祭壇の前で長時間祈るとそういうことがとても重要なんだでそういうことをしていればたとえ何かね変なものが降りてくるっていうことが あったとしても、あったとしてもでか、そういうことをしていれば、そういう変なものが、例えば、神おろしにおいては、神、えーね、ではないものが降りてくるという危険性があるんだけれども、えー、こういうことをしていればね、長時間祈ったりね、成果をね、昭和したりしていれば、祈っていれば、えー、祭壇の前で祈っていれば、えー、そういう変なものが降り,降りてくるということは一切ないよと。ね、ここの部分が、ね。 ロシアの軍隊格闘術だと思われていたシステマっていうものはですね実はロシア正教の悲劇であり、えー、祈りっていうもの神に対する祈りっていうものが一番とても重要なものなんだっていうことを、えー、確認したということなんですよねこれ結構ね深いなっていうふうに思いましたよねで、えー、そうですねで今回まあシステマについてお話ししたんですけども次回ついにこの、えー、合気道の回想上島森平 先生の秘密に迫るとということですねで次の話もですねあのー、大変私驚きました、えー、ウィキペディアとか他の本では載ってないような情報がこちらの本に載っていたわけですねあちなみにですね、えー、まあ次回そういう話をするんですけども今回、えー、この えー、ミカエルさん、リャブコシの、えー、お話に関してはですね、こちらの愛気神髄という本も、えー、参考にさせていただきました。はい、聞いていただきましてありがとうございました。